ハマー虐殺は1982年2月にハーフィズ・アル・アサド大統領の命令によりシリア軍がハマーの町で実行した焦土作戦の結果として起こった。このアサド政権の下で放棄したムスリム同胞団の鎮圧を目的とした作戦を指揮したのはアサド大統領の弟であるリフアとアル・アサドだとされている。指導者層が大統領も含めアラ出身の人間に 偏っていたアサド政権に対してムスリム同胞団をはじめとしたスンニ派イスラム主義者集団が行った1976年に始まる組織的運動は1982年のハマー虐殺により事実上終わりを迎えた。はじめ西側諸国に外交筋から伝えられた数字は1000人が殺害されたというものだった。その後の推計にはばらつきがあり、 最も少ない1万人以上のシリア市民が殺されたという報道から2万人、4万人まで数字の開きがある。作戦中にシリア軍兵士も1000人余りが死亡し、歴史ある街の大部分が破壊された。例外的なという意味では、ヨルダンの黒い9月事件と並ぶであろうこの出来事は、単一の事件としては現代の中東において、 アラブ系政府が自国民に対して起こした最悪の行動の一つにも数えられる。犠牲者の圧倒的大多数は一般市民だった。シリア国内のメディアのまとめによれば、戦闘を開始した反政府派のボートは、家で眠りについている我々の仲間に襲いかかり、手当たり次第に女子供を殺し、犠牲者の遺体をバラバラにして路上に放置している。 彼らはまるで狂犬のように暗い憎しみに突き動かされていた。しかし治安部隊が彼らの犯罪に立ち向かうべく動き出し殺人鬼の息の根を止めて懲らしめた。アラブ民族主義とアラブ社会主義を標榜するシリアのバーストーは保守主義を掲げるムスリム同胞団と1940年以来衝突を繰り返していた。 この二つの組織は重要な点で考えをことにしていた。世俗的かつ民族主義的で少数のアラウィ派に引きられるバース党と他のイスラム主義、組織同様に民族主義を非イスラム的とみなし、政治及び政府は信仰とは分離できないと考えるムスリム同胞団の違いは大きかった。バース党員の大多数が社会的に地位が低く出自が不明であり、 過激な経済政策を好んだのに対して、スンニ派のムスリムは、シリアの権力基盤を抑え、スークを支配しており、経済に介入する政府を脅威とみなす傾向にあった。とはいえ、スンニ派の著名人が全て原理主義を信奉していたわけではなく、同砲団をバーストーに対抗するための便利な道具と見ていただけでもない。政府軍による攻撃前のハマーの街ハマーは、 単なるシリアの一都市ではなく、この地に根付く保守主義とムスリム同胞団の取り出であり、かねてからバーストー国家の恐るべき敵であった。両派による最初の本格的な衝突が1963年のクーデターの直後に起こり、この騒乱の中でバーストーは初めてシリア国内で権力を掌握した。しかし1964年4月にハマーで暴動が起こり、 イスラム教徒の反政府勢力がバリケードを築き、食料と武器を集め、ワインショップを荒らした。イスマイール派のバーストーインだった民兵が殺されると、暴動は勢いを増し、ハマーにおいてバーストーの痕跡を残すあらゆるものに襲いかかった。暴徒を鎮圧するために戦車が動員され、ムスリム同胞団には70人の死者が出た。 多くの逮捕者や負傷者が出たが、地下に姿を消した人間はそれ以上に多かった。ハマーでの衝突後、政府とイスラム主義諸派は定期的に争う事態になった。しかしさらに深刻な問題が生じたのは1976年のシリアによるレバノン侵攻後である。1976年から1982年にかけてスンニ派のイスラム主義者はバーストーの操る政府と、 テロルの長い戦いと呼ばれる運動を行った。1979年には、同胞団が国内の複数の都市で、軍当局者や政府職員をターゲットにしたゲリラ活動を展開した。それに対して政府は大量逮捕や拷問、虐待、そして虐殺を行った。1980年7月、法律第49号が制定され、 ムスリム同胞団のメンバーであることが死を意味するものとなった。1980年代に入ってからも数年間は、ムスリム同胞団をはじめとするイスラム主義諸派による政府機関やその職員へのゲリラ攻撃、爆弾攻撃が続き、1980年6月26日には、マリ大統領の政府主催レセプションの最中に、ハーフィズワル・アサド大統領が暗殺されかける事件まで起こった。 マシンガンの一斉射撃がそばをかすめる中、アルアサドは投げ込まれた手榴弾に駆け寄って蹴り返し、ボディーガードがもう一つの爆弾の炸裂を体で抑え込んだと伝えてられている。軽傷を負った程度で生き延びたアルアサドは、速やかな容赦ない復讐を命じた。弟のリフアとアルアサドの忠実な部下によって、わずか数時間後には、パルミラ近郊の田所刑務所の官房内において、 投獄されていたイスラム主義者の多くの処刑が実行された。ハマー虐殺の発端となる出来事が1982年2月3日の午前2時に起こった。旧市街を探索中の陸軍部隊がアブーバクルの名でも知られる地元ゲギラの指揮官、ウマルジャワドの潜伏場所を偶然に発見し待ち伏せを行っていた。それ以外の反政府勢力の部屋には無線で 警戒体制を取るよう連絡が入り、屋上の狙撃手がおそらく一人のシリア軍兵士を仕留めた。増援部隊は当時ハマーに一斉放棄の号令をかけたアブーバクルの包囲に急いだ。モスクのスピーカーを使って信者にバース島へのジハードが呼びかけられ、何百という暴徒化したイスラム主義者が政府職員やバース島指導者の自宅に殺到し、警察署は占拠され、 武器庫は荒らされた。2月3日の明け方までには70人近いバーストー幹部が殺され、放棄したイスラム主義者をはじめとする反政府勢力はハマーを解放区であると宣言し、シリア人に異教徒に対して立ち上がることを訴えた。シリア大統領のハーフィズ・アル・アサド。弟のリフアとアル・アサドが作戦を指揮したとされているオリシもイラン・イラク戦争や、 前年のイスラエルによるイラク原子炉爆撃事件に国際社会の関心が集まり大規模な武力鎮圧を実行しても欧米や周辺諸国のシリアへの介入はないと判断したハーフィズ・アル・アサドはこの機にムスリム同胞団を殲滅することを決断革命防衛隊特殊部隊空軍及びムハバラートへ作戦命令を形しリフアとの率いる 革命防衛隊を中心とした地上部隊とムハーバラートを街に向かわせた。攻撃前に街には降伏が勧告され、同時に市内に残っているものは誰であろうと反逆者とみなすという警告が行われた。作家のパトリック・シールによれば、当関係者もハマーに送られたパラシュート部隊も皆なが今度こそイスラム主義者の闘争心を町から奪い去らねばならないということを理解していた。 たとえどんな犠牲を払ってでも、と作戦に参加した、政権側の兵平は最高司令官、ハーフィズ・アル・アサドの目標が、ムスリム同胞団の完全な殲滅であることを理解、徹底させていたという。1万2千人の軍隊が包囲する中、ハマーでの戦闘は3週間続いた。街の奪還は1週間で終わり、残りの2週間は、反逆者狩りに費やされた。ロバート・フィスクは、 この国にアーレミオの中で戦車を要する部隊が町の包囲を開始するため郊外に集結しつつある時に市民がどのようにハマーから脱出したかについて記述しているこの時彼が引用しているのは死者の多さ脱出する市民と兵士に水と食料が不足していることを報告する文書であるアムネスティ・インターナショナルによればシリア軍は狭い街路を通る不評や 戦車の侵入を容易にするため上空から旧市街中心部に爆撃を行っている。建築物の類は戦闘が始まって4日で戦車部隊によって破壊され街の大部分が廃墟となった。政府軍がシアン化水素を使用したという報告もあるがこれは根拠がない。内部で激しい抵抗を受けたリフアとの軍隊は街の包囲を行い3週間にわたって 攻撃を加え続けた。最初の攻撃の後で政府軍と治安部隊が派遣され、瓦礫の下までムスリム同胞団のメンバーと支持者の捜索が行われた。反逆容疑をかけられた者の拷問と大量処刑が行われ、数週間で死者は数千人に及んだ。旧市街の地下にある行動にまだ反乱者が隠れていると当たりをつけたリフアとはディーゼル燃料を ポンプで送り込んで炎上させ、行動の入り口に待機させていた T-72 戦車にそこから脱出しようとする人間を砲撃させた。1982年に初めて西側の各国政府の外交筋から伝えられた情報では戦闘で1000人が殺害されたということが信じられていた。その後犠牲者の推計は 政府軍の死者およそ1000人も含めて7000人から4万人までばらつきがある。虐殺直後のハマーに滞在したロバート・フィスクはもともと死者数を1万人としていたが後になって倍の2万人と推計している。あるいは政府側の推計であれば大統領の弟であるリフアトが誇らしげに自分は3万8000人を殺したと語ったというエピソードも伝わっている。 アムネスティ・インターナショナルは初はめ犠牲者数を1万から2万5千人の間でありほとんどが民間人であるという数字を出していた。シリア人権委員会の報告では2万5千人以上、あるいは3万人から4万人が殺されたと推計されている。シリアムスリム同胞団も4万人前後の犠牲者が生まれたと主張している。24年後、シリア人ジャーナリストのスビーハディドは、 アリー・ハイダル少将の指揮の元外の包囲は27日間に、及び、銃砲と戦車の火力にさらされた。そして町は侵略され、3万人、4万人という、市民が殺された。1万5千人が、今も行方不明であり、土地を追われた人間は10万人に達する。ハマーの暴動を追いイスラム主義者の武力闘争は破綻した。ムスリム同胞団は亡命者グループとなり、 他の派閥も服従するか地下に潜った。暴動中シリア政府は国内に向けて極めて強硬な姿勢をとっており、その後もアサドは政治家としての予勢を政治的戦術によらず圧政に頼るようになる。一方で経済の自由化は1990年代に始まっている。またこの事件により以前から明らかになっていた反政府勢力の足並みの乱れに拍車がかかり、 核派閥内で深刻な亀裂が生じた。とりわけ彼らの信念が揺らいだことに、この虐殺の意味がある。そして同時に、彼らは、ハマーのボートの支援なしに、シリア国内ではもう寸ン派の放棄が起こり得ないことを理解していた。反政府グループのメンバーの大半は国外へ脱出し、主にヨルダンとイラクに向かった。中には、アメリカ、イギリス、ドイツを目指した者も,もいる。 最大の反対勢力であったムスリム同胞団は武力による抵抗を諦め、その後2敗に分裂した。一方はより近代的で国外のムスリム同胞団にも承認されており、最終的にイギリスに本拠地を置きこの地で活動を続けている。もう一方はイラク政府の支援を受けて、イラク国内に何年にもわたって軍事組織を要していたが、後にロンドンの主流派と合流した。 ハマー虐殺はアサド政権が人権を軽視していた前科を告発する文脈においてしばしば取り上げられる。シリア国内でこの虐殺事件に触れることは厳しく制限されている。しかし事件全体の大まかな輪郭、双方が様々なゲリラに置き換えられては国中でよく知られている。虐殺が公の場で言及されたとき、それはすでにハマーにおける一つの 出来事、事件でしかなかった。ありがとうございます。